キャンプウォーカーは大韓民国テグ公域市南区にある在韓米軍の基地である透明飛行場とも呼ばれる基地名称は1950年12月23日当時の交通事故で殉職した8軍国際連合司令部地上司令官だったウォルトン・ウォーカー中将を称えるために彼の名前にちなんで名付けられた1920年代に日本軍によって建設され 飛行場、弾薬庫、訓練場などで使用されていた。大韓民国成立直後に韓国政府軍飛行場に転用され、一時期は大韓民国空軍本部がここに駐留した。韓国で初めて開発された国産軍用機である復活号もここで飛行した。1959年からは米国陸軍が駐屯し始め今日に至る。ここには 固定翼機の滑走路もあるが、1980年代以降は、使用されておらず、現在はヘリコプターのみを運用している。領内には、米国陸軍の滑走路、ヘリポート、米軍宿舎、レクリエーションセンター、AFN コリアのテグ市局などがある。テグ広域市は三次循環道路の建設のために、この滑走路の変換を在韓米軍に要請したが、 在韓米軍側緊急時の使用などの軍事上の理由からこれを拒絶した。ありがとうございます。